2021年明けましておめでとうございます。2021年1月20日、夜の繁華を歩く第14回、2021年第1回は、またララ泉さんと観察です。出羽恒例となったこの20時29分発の天王寺行きで行くわよ。編成は5108編成ね。まず最初の換気が通過。先頭は223系2500番台のリニューアル車。後ろは5000番台ね。20時37分発の和歌山駅が到着。編成は2512編成ね。20時46分発の天王寺行きがやってきたよ。担当は5120編成ね。20時51分発の普通泉砂川行き。担当は5115編成ね。20時58分発普通天王寺行きが発車。担当は5027編成ね。続いて、21時ちょうど発の普通姫野行き。担当は5029編成ね。
21時9分発普通天王寺行き。担当は5001編成ね。21時14分発普通和歌山駅。担当はさっきの5108編成。そして安定のかぶり。21時23分発、普通泉砂川行き。担当は先ほどの5120編成ね。21時25分発の天王寺行きは5119編成ね。21時37分発、普通姫野行き。担当は先ほどの5027編成。本日ラストは21時40分発、普通天王寺行き。担当は5125編成ね。今回は安孫子町駅到着が遅れ、通常は収録されている20時25分発姫野行きを収録できなかったことについてお詫びいたします。今回はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらぜひチャンネル登録高評価お願いします。HNWL5100 セカンドチャンネルもよろしくね。Twitter などもやってますのでフォローよろしくね。